切り抜き動画のあれなんだけど、まず民兵さんから言うか、民兵さんは基本うちと、うちというか、まあ、ビントのメンバーとかと一緒に出てる配信に関しては問題ないっていう。ただ、民兵さんの、チャンネルで、民兵さんがやってる配信、普段一人やってる配信とか、まあ、アッコさんとかかな、と一緒に出てる配信とか、まあ、要はビントロと全然関係なくやってる、絡んでない時の配信みたいのは、ダメですよっていう感じですね。はい。で、フィオさんとかおしんに関してなんだけど、フィオさんとかおしんはね、別にいいよって言ってたので、本人たちのチャンネルの切り抜きはちょっとわかんないですけど、イントロと、まあ、ビントロとか、まあ、シルコさんの配信一緒に出てるよとか、そういう時のものは、構わないですよって言って。ミントスさんしても切り抜き可能、そこはちょっと、よくわかんないです。要は、白子さんの方にお邪魔して映ってる分には構わないですよって言ってた。民弁さんの視点に関しては、それは本当に民弁さんのチャンネルの民弁さんのコンテンツ、著作物なので、それは白子さんに聞かないで、本人に。他の人のやつもそうね。先生とか、英語さんとかも、そう。先生とか栄養さんが一緒にこの前スプラとかやったんですけど、そこの切り抜きに関しても、ジルコさん側の配信画面であれば、まあ、特に問題はないと。うん。いうことらしいです。で、まあ一応それぞれのガイドラインがあると思うんで、一応そこに反しない内容で、ジルコさんメインの、画面であれば、大丈夫。っていう感じ。うん。多分ね、その、まあ、よう絡むことがあるだろうっていう、その、フィオさん、おしんとかね、あと先生とかもそうなんだけど、一応先生とかはね、ガイドラインできてるし、そこに反しない内容であれば、多分大丈夫だと思います。お互いに。はい。エオさんに関しては、そう、シルコさんの方の画面であれば、大丈夫です。一応、その、エオさんの方にもしかしたらガイドラインあるかもしんないんで、そこを見て、両方に反しないように、まあ、ちょっとね、範囲が狭まるとは思うんだけど、制限も多くなっちゃうと思うんだけど、作る方はそれでお願いします。うん。で、まあ普段出ない人、例えば新しくコラボした人とかに関しては、その都度ちょっと、にいますんで、それを待っていただけたらなっていう感じです。正一さんの切り抜きは今後大丈夫です。正一さんもね、大丈夫って言ってたかな。ええよーっつって。まあ、ただあんまりね本人にとって不快なものにならないようにお願いしますね。金融機はリモート先生業が欲しいの順さんご本人がチーム不利益不明瞭になってとりあえず OK、 あもうこれ OK です。概要欄記載らしい。基本 OK で大丈夫だと思います。でダメな時はダメって言うと思います。なんですけど、まあ正一さんは配信というかチャンネル持ってないんであれですけど、先生フィオさんおしんのことの向こう側のチャンネル、向こう側の動画アーカイブに関しては、シルコさんの預かりシェアのところなので、向こう側で確認してきてください。シルコさんの画面に関しては、まあ、こちらに出演していることに関、っていうことで、洋さん推しにはちょっとガイドラインないあれだけど、先生に関しては向こうのガイドラインに従ってくれれば、OK なのかなっていう、一緒に出てるときね。部分はメンバーのみ、ゲーム部分はメンバー以外の方も、登場してる配信雑談部分を切り抜き OK です。あ、その部分じゃなくて、配信全体で考えてもらいたいので、他の方が登場してて、で、特にその許可がもらえてない場合は NG でお願いします。ややこしくなりそうなので気をつけて作っていただいたらいいかなっていう。